Hi everyone, this is Tomo. Thanks for watching. こんにちは、トモです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は、いい翻訳者の見つけ方について、お話をしたいと思います。この動画をご覧いただくことで、あなたは、いい翻訳者、そしてまた翻訳会社、そういったものを見つける際の参考ですね。どういったことを参考にすれば、良い翻訳者、そして、翻訳会社が見つかるのか、そういったことを知ることができるようになって、最善の翻訳者、そしてその翻訳会社を選ぶ参考になります。なので、どうぞ最後までこの動画をご視聴ください。はい、僕のチャンネルでは普段は英語力を伸ばしたい方、そして将来海外で活躍をしたい方、自己成長したい方、そういった方に向けて動画を日々発信しています。僕の動画をご覧いただくことで、あなたの英語力が伸びて、そしてあなたが将来海外で活躍をするために必要なスキル、そしてマインドセット、そういったものを身につけることができるようになったり、あなたの自己成長のために必要な気づき、そして励まし、そういったものを発見できるようになります。なので僕の動画をご覧いただいて、少しでもいいなというふうに感じていただけたら、どうぞチャンネル登録、そして高評価をよろしくお願いします。はい、今日はですね、いい翻訳者の見つけ方ということで、基本的には翻訳を必要としている企業あるいは個人の方を対象にですね、お話をさせていただきたいと思います。僕自身ですね、中村智彦という本名で、翻訳家として活動しているんですけれども、大体これまで7年以上の経験が、そのトータルで見たときにですね、実務経験が翻訳家としてあります。そしてカリス翻訳サービスというその個人事業なんですけれども、そこの代表を務めています。でこれまでですね、そのカリス翻訳サービス名義でですね、サービスを提供させていただいて、これまで300以上の個人の方、そして企業の方、を対象に、翻訳サービスを提供させていただいています。はい、でリンクもですね、もしその翻訳に対して問い合わせをしたいとか、いうことがありましたらですね、リンクを貼っておきますので、ぜひそちらからお問い合わせをいただければというふうに思っています。で、ここのならの方でもですね、クラウドソーシングの大手のすで、に200万人の登録者があるというそのここならの方でも個人事業主として、働いています。名前がですね、トモアットマーク英語翻訳家として登録をしているんですけれども、トモ、英語でトモでアットマーク英語翻訳家という名前で、活動しているんですけれども、ここならの方ではですね、本当にありがたいことに活動してまだ数年なんですけれども、何回もですね、そのランキング上位に選ばれてですね、最近では、2021年今年の5月の、そのサービスランキングというのがあるんですね、カテゴリー別で。でその翻訳カテゴリーのランキングで、今月5月で、ランキング1位をいただきました。で翻訳者様の そのサービスが、他の その競合もたくさんいるんですけれども、4000名以上いる中で1位ということにこう選ばれてですね、本当にこうありがたい、思いしかありません。はい、本当にありがとうございます。はい、で、ですね、今日はその、翻訳家として、僕が、活動している中で、その7年の経験と、そのトータルですね、これ翻訳サービスの前にもその翻訳家として、あるいはその通訳として、働いていた経験もありますので、それを元にしてですね、いろんなそのお問い合わせがあるわけですよ。お客様から、いろんなお問い合わせがあったりとか、こうしてくれないかとか、ああしてくれないかとか、あるいはその納品した後とかでもこういうサービスが欲しいとか、とかいろんなその、アドバイスだったりとか、こういう要望があるとか、こういうのがいいっていう要望とか、こうだったらいいのにとか、そういうことがたくさんこう声をいただくわけなんですね。これまでそれこそ先ほど言った通り、300以上の個人、そして企業団体様にサービスを提供してきたっていうその、経歴がある中で、その実績がある中で、そのいろんな声を聞くんですが、それを踏まえてですね、どういうその判断をすれば、逆にどういう判断をすればいい会社が選べるのか、いい翻訳会社あるいは翻訳者ですね、はい、が選ぶことができるのか、それについてですね、お話をしたいと思います。この動画本当に参考にしていただくことで、あなたが最善のその翻訳者を選ぶ際のですね、参考にしていただけるというふうに思っています。はい、5つあるんですけれども、まず1つ目はですね、レスポンス、そして2つ目が品質、そして3つ目が誤字や文法ミスがないこと、そして4つ目が直訳とその機能的な翻訳のバランスを取るということ、そして最後に、その翻訳者に、依頼をする際のその翻訳依頼者がいますよね。その翻訳依頼者の意図、その意図をしっかり読み取る力、はい、その5つが大切なんですけれども、これから一つ一つ、説明していきます。
まず1つ目ですね。5つ目のうち1つ目、レスポンスです。レスポンスというのは、どういうことかというと、お問い合わせが来ますよね。で、問い合わせが来た時に、僕の場合はですね、24時間以内に基本的に返信をするっていうのは必ずそれは決めているんですけれども、遅くともですね。で、レスポンスをまず必ずするということ、どんなお問い合わせであったとしても、必ずそれは返すよということですね。たまにその中には変なお問い合わせというのが変っていうのも言葉があれですけど、ちょっと的外れな何をこの人は求めているんだろうというかちょっとわからなかったりとか、翻訳を必要としているのに資料をそもそも送らないとか、そういういろんなケースがあるんですけれども、見積もりくださいって言われて何も資料がないのにどうやって送ればいいんですかっていう話になると思うんですけど、そういう方も中にいらっしゃるんですけれども、基本的には、レスポンスを僕の場合は24時間以内にします。はい。で、レスポンスっていうのはその要はお問い合わせにしっかり答える、そもそもビジネスでは当たり前かもしれないんですけれども、答えるよってことですよね。基本的なお問い合わせに対しては、適切にこう答えるってこと。そして、もちろんそのレスポンスにおいては丁寧なやり取りをするということですよね。言葉遣いもそうですし、その提供する内容っていうのも、一辺倒なもの、通り一辺倒なものではなくて、これは5つ目のポイントにつながるんですけれども、その翻訳依頼者、企業様だったりとか個人の方が、必要としている本来のその目的は何なのかって、しっかり理解した上で返事をするっていうことなんですよね。その際にもちろん、その資料、翻訳対象資料っていうのをいただくと、もちろんそのお見積もりを出すですね。で、お見積もりをその出す際にも、その金額いくらかかるよっていうことと、その納期いつまでに納めますよっていうこと、金額と納期、それをお見積もりの際に明確に提示をするっていうことなんですね。で、時にですね、先ほどそのいろんなお客様がいるって言ったんですけど、時には本当にこう無理なんだよいうお客様、安けりゃいいというお客様も中にはいらっしゃるんです。本当に達したような方がいるんですけれども、翻訳業界の、レートというのが存在するんですよね。翻訳に限らずどの産業業界にもそのレート、そのふさわしいそのレートっていうのが決まってると思うんですけれども、だいたいですね、1単語いくら、1文字いくらっていう感じで、レートは決まるものなんですよ。で、だいたい20円から25円とか、そういうレートが、翻訳会社というその会社単位で見れば、そういうレートに今なってるわけなんですよね。そこを度外視をして、その例えば10分の1とか1文字1円でやってくださいとかそういう方も中にはいるんですけど、そういう方の場合はですね、僕の場合は基本的にお断りをしてます。なんでかっていうと、それはお互いハッピーにならないんですよね。そもそも僕自身のそのビジネスには、カリス翻訳サービスにはもちろんそのレートがありますし、そのレート以下のもの、例えばその叩き売りじゃないですけど、これでやってくれませんかっていう方も中にはいらっしゃるんですけど、無理な場合は無理っていうんですね。それもレスポンスの力の一つなんです。だって無理な場合を、例えばその自分の売り値の例えば半額でやっていて、そうすると同じ時間労力を必要としているのに収入は半分になってしまうわけですよ。それは事業として成り立たないですよね。そういう仕事を一つ二つに限らずずっとやっていると、それは事業の継続性っていう問題から不可能になってしまうんですよ。成り立たなくなってしまう、事業が継続できない、それはその事業継続者、事業者に対してもハッピーじゃないですし、その依頼する人に対しても、依頼する人にとっても、そういう気持ちでこう取り掛かられるっていうのも嫌だと思うんですよね。なのでこのレスポンスっていうのは、その納期とその金額を明確に提示をするということ、そしてその無理難題を押し付けられるような方、お客様に対しては、それはもう正直に、それではちょっとうちではお引き受けできませんということでお伝えするですね。これがレスポンス力ですね。明確に、伝えるということ、それがレスポンス力、はい、ですね。で、2つ目、これは品質です。2つ目のいい翻訳者、そして翻訳会社の見分け方、これは品質なんですね。これはもう言わずもがな、良い品質のサービスを皆さんお求めなので、それはもう間違いなく良い品質のものを納品するべきなんですよね。その翻訳元のその原文があって、翻訳対象資料があって、それに基づいて翻訳をする、当たり前の話なんですけれども、例えば雑な翻訳とか、適当な翻訳ですよね。例えば Google 翻訳した、そのままの状態とかを見れば、その機械翻訳ってすぐ分かるような感じですよね。そういった翻訳をそのまま納品してしまうというのはもう完全に NG ですよっていうお話なんですよね。なので品質が良くてもちろん当たり前なんですよ。じゃあ、そのあなたが企業、あるいはその企業の翻訳を今探している担当の方、あるいは個人の方で翻訳を必要としている場合で、
じゃあどうやったらその品質の高い会社さんだったりとか、翻訳会社、そして翻訳者を見つけることができるのかって思うんですけれども、それはですね、第三者的な、レビュ ー、とその言い方を変えればお客様の声ですよね、お客様の声、これまでどういう方がその依頼をして、例えばその方のホームページに行ってとか、うちの場合でもですね、仮翻訳サービス そのホームページに来ていただければ、そのお客様の声っていうのを出しているんですけれども、どういうそのフィードバックがあったかとかですよね、っていうのをちゃんと対外的に示しているかどうかなんですよね。どういう満足度があったのかとか、どういう点が特にそのお客様がいいというふうに思っていただいたのかとか、そういうところを正直にこう、書いていることなんですよね。まあ、そういうところを読んで、あ、ここに依頼をすれば、あ、この程度の品質の、これだけその高い品質の翻訳をしてくれるんだっていうのが、まあ、分かる形にするってことなんですね。まあ、そうすると、その翻訳を求めている方に対しては、それが示してすごく分かりやすくなるんですよ。なのでその品質をいいその翻訳者を求めている場合は、まあ、レビューとか、そしてお客様の声とか、そういうのを参考にすべきなんですね。はい。で、僕の場合はですね、そのカリス翻訳サービスのところにも、まあ、お客様の声として書いてはいるんですけれども、そのココナラでやっている分のそのトモアットマーク英語翻訳家に関してはですね、そちらは、今400弱ですね、まあ、390何件の翻訳をさせていただいているんですけれども、まあ、それもいくつかその商品サービス分けていて、まあ、メインのその翻訳ページですねのところから、まあ、受注をしている分に限って言えば、まあ、390兆の翻訳をこれまでさせていただいているんですけれども、5つのその星の中で今 5.0、満点のレビューをいただいております。本当にありがたいことにですね。はい。まあ、こういった形でですね、その翻訳者あるいはその翻訳会社の、まあ、対外的な第三者、実際にその翻訳を依頼した人の、まあ、声だったりとか評価っていうのを、まあ、見るっていうことなんですよね。はい。そうすることによって、どれだけ品質が高く、どれだけ信頼性のあるところなのか、あるいは人なのか、翻訳者なのかっていうことを見ることができるんですよ。はい。で、なので2つ目のポイント、いい翻訳者を見分けるポイントというのは品質です。はい。3つ目は誤字、脱字、そして文法ミスというのがないということですね。これはもちろん品質、2つ目のポイントに直接つながるんですけれども、まあ、ミスがないっていうのはこれも言わずもがな、そもそも前提条件なんですよね。その翻訳っていうのは、まあ、もちろん人間がやるものなので時にはミスはあるんですよ。それはもうしょうがないんです。僕の事業に限らず、まあ、その他の翻訳者さんだったりとか、まあ、翻訳っていうそのものに限らずですね、システムエンジニアが納品するシステムでもいいですし、八百屋が納品するバナナでもいいです。ちょっとそれ例えがあれなんですけど、ミスっていうのはあるんですよ。お会計間違えたりとか、ちょっとシステムに不具合があってバグを直したりとか、不具合直したりとか、そういうの絶対あるはずなんですよね。なのでその翻訳者っていうのもミスがないっていうのは、完全にそれがじゃあミスがないもの1件10件100件1000件ずっとできるかって、それはできないんですよ。まあ、人間だからそれはしょうがない。だけれども何ができるかというと、逆に何をすべきかというと、ミスを少なくする、あるいはなくすことなんですよ。で、特にその翻訳っていうのは、特にその契約書とかその法的な責任っていうのが問われる文書媒体に関して言うならば、もちろんミスというのはあるべきではないですし、それは排除されるべきなんです。なので翻訳者というのは本当に、まあ自分も含めてですね、多大なその精神的なメンタルの部分とか、まあ、その肉体的な部分も含めて本当にその注意を払って仕事をしているんですよ。で、その品質に先ほどつながると言ったんですけれども、いい翻訳者を見上げるときには、まあ、ミスがないということですね。誤字脱字がない、文法ミスがない、これ当たり前のことですね。その僕のビジネスの場合は、まあ、日本語から英語、そして英語から日本語、両方対応しています。で、特に日本語から英語にする場合 はですね、まあ、英語の文法とかがちょっと分かりづらかったりとか、間違ってしまうこと、そういうことがあると思うんですね。で、逆に、英語から日本語にする場合も、ちょっとこの日本語意味わかんないとか、ちょっと日本語がすごい英語的で、なんかあなたがっていっぱい入りすぎてるみたいな例えばとかですね、直訳しすぎてちょっと分かりづらい、まあ、そういうのがあるんですけど、そういうミスをまず少なくしましょうってことなんですね。で、じゃあそれはどうやったらこの翻訳者あるいはこの翻訳会社が提供する翻訳サービスはミスが少ないのか、あるいはミスがないっていうことを徹底しているのかっていうのを見分けることができるか、それは先ほど言った通り第三者の声なんですよ。特にその依頼を過去にした人の声なので、お客様の声を見ましょう、読みましょう、知りましょう、そして
レビュー、その人、その翻訳者あるいはその翻訳会社のレビューを、見て、どれだけのその質のものを提供しているのか、翻訳の納品物を提供しているのかっていうのを見ましょうっていうことが重要なんですよね。はい、これまで3つお話してきました。レスポンス、そして品質、そして文法や誤字がないこと、文法のミスとかがないことですね。はい、残り2つなんですけれども、まず次4つ目ですね。これは、直訳と機能的な翻訳、まあ、意味が分かるようにした翻訳ですね。はい、まあ、意訳とちょっと言葉あれですけど言われる部分なんですが、まあ、そのバランスをしっかりとった翻訳にしましょうということなんですよ。はい、直訳と機能的な翻訳のちょっと違いを説明させていただくと、直訳っていうのは英語で言うと literal translation、 literal translation、 literal っていうのが文字通りっていう意味なんですね。で、 translation が翻訳なんで文字通りの翻訳をしてしまう、まあ、だから直訳っていう言葉なんですけど、その本当に文字通りの訳にしてしまったがゆえに全然意味が分かんないみたいな何この日本語っていう、こう訳になってしまうことが多々あるんです。特にその日本語、英語から日本語にする場合ですよね。で、そういう訳の時に何が必要なのかっていうと、functional translation、 これは機能的翻訳って僕呼んでるんですけど、 functional translation、 functional というのはその機能的、要は意味をなすような、しっかりこう日本語にしても意味をなすような翻訳にするっていうことなんですよ。だからまあ意訳っていうことはちょっと行き過ぎなんですけど、まあ意味が分かるような翻訳にする。で、直訳からその、これが直訳、直訳 literal translation で、こっちがファンクショナルトランスレーション、機能的翻訳で、この間をこう微妙にこうバランスを取った翻訳っていうのが一番いい翻訳だっていうふうに僕は思うんですよね。これまでのその数百件、まあ、300件、400件の翻訳をさせていただいてきた中で、いろんなお客様とこう意見を聞いたりとか、意見を交換した時にですね、思うのは、その2つのこうちょうどいいバランスを、まあ、特にその翻訳者の意図を組んだその5つ目のポイントにつながるんですけれども、組んだ中でそのバランスをしっかり取った翻訳っていうのが一番いいわけなんですよ。時にはそのお客様によっては直訳を求めるような性質の、そもそもそういった性質の翻訳の依頼だったりとか、あるいはそのファンクショナルトランスレーション、意味をなす方を重視するような質の翻訳を求められていたりとか、それ場合によってその依頼者のニーズ、そしてまたその翻訳物ですよね、その翻訳対象物のその性質によって変わってくるんですけれども、そのバランスをしっかりとって、その文字通りの翻訳、直訳になりすぎずに意味が分かる、でも意味が分かりすぎて元のその意味が全部抜けちゃって全然違う意味になっちゃうとか、それだと本末転倒なので、そのバランスをとった翻訳ができることが一番なんですよね。はい、これが4つ目のポイントです。バランスをとった翻訳ということですね。直訳と機能的翻訳のバランスをとった翻訳ができる、はい、これですね。はい、まあ、これも先ほど そのレビューで、ご覧いただけるのかなというふうに思います。その翻訳依頼者にとって本当にそれがまあ納得できるレベルのものであって品質が高いもの、そういったものをまあ納品されると、企業であれ、個人であれ、それは本当に嬉しいと思いますし、まあ、それを使おうと思いますので、まあ、それは本当にレビューを参考にしていただいたり、お客様の声というのを見ていただければ分かるかなというふうに思います。で、まあ、関連するんですけども、最後5つ目ですね。5つ目にはその翻訳依頼者の意図を汲み取るということなんですよね。意図を汲み取るというのはどういうことかというと、先ほど言った通り、その翻訳依頼者がじゃあどういった状況で、例えばそのビジネス E メールで、もうすぐ明日にでも、あるいはもう早急にメールを返さなきゃいけないというような内容ですよね。そういった時に、じゃあどういうこの方はその翻訳を必要としているのか、そしてじゃあその長いそのプロジェクトで、まあ、数万円あるいは時には数十万円するようなプロジェクトで、数週間数ヶ月かかってもいいというような案件の時に、その企業の例えば大事な資料とかですよね、あるいはその契約書とか、法的な文書の場合、そういった時にじゃあこの人はあるいはそのこの企業の担当の方はどういった意図でどういうその用途で、例えばその海外の方とのその海外のそのパートナー会社との契約の締結のためにその契約書が必要だとか、あるいはその個人間で例えばその英語の歌詞を作っていただきたいというのを、例えばアーティストの方がいたりとか、そのアーティストの事務所だったりとか芸能事務所だったりとか、そういういろんなその状況があるんですよね。なのでこの個人の方あるいはその企業はどういったそのニーズを持っているのか、どういったその背景でどういった翻訳を、それこそ先ほどの4つ目の点でファンクショナルトランスレーション、機能的な翻訳なのか、
それとも literal translation、文字通りのその直訳の翻訳、まあ、そのバランスをどっち方面にこう寄せていくべきなのかとかですよね、まあ、そういったその意図を読み取って、どういった翻訳にこうしていくべきかっていうその方向づけをすること、そしてその翻訳を実際にしていくこと、はい、例えばその急ぐ方がいらっしゃるんですよね、まあ、企業の場合でも個人の場合でもそうなんですけど、ちょっとできるだけ早くって方がいるんですが、あのそういう方の場合は、もちろんあの早く対応させていただきますし、まあ、もちろんそのお急ぎオプションというそのオプションをつけてですね、プラスアルファの有料になるんですけれども、そのオプションをつけて、24時間以内に対応させていただいたり、48時間以内に対応させていただいたりっていうのをしているわけなんですね、であるいはその納期がいつでもあのいいよ、例えば1週間でも2週間でもいいよって方も中にはいらっしゃるので、そういう方の場合にも、その、まあ、通常の納期としてこう提示まず見積もりをさせていただくと、まあ、そういった感じでですね、意図をまず読み取る力なんですよね。翻訳依頼者がどういったニーズを持っているのか、そしてどういう翻訳を求めているのかっていうのをしっかり把握をして、それを翻訳、その納品物であるその翻訳に反映させていく力、はい、これが重要な力なんですよね、はい、まあ、これも先ほどのレビューだったりとか、そのお客様の声っていうのを見ていただくことで、ある程度わかるのかなというふうに思います。はい、今日はいい翻訳者、そして翻訳会社の見つけ方についてお話をさせていただきました。はい、いかがでしたでしょうか。ぜひですね、この動画が参考になったって思っていただけたら、高評価、そして、チャンネル登録をよろしくお願いします。今日も本当にご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 Thank you so much guys for watching. See you next time. Bye bye.